Jangan lupa subrek sama tombol ring.戻ってきたね。たくさん頑張ったんだぞ。この剣を見てくれ。ふん、やはり僕の思った通りだね。この剣は戦いを通じて成長している。剣なのにそんなことありえるのか。だから特別なのだろう。そうだ、大事なことを伝える。付近を調査したところ怪しい痕跡を見つけた。え、泥棒じゃないだろうな。確かに。その痕跡を見たところ、調査の必要性があると思う。泥棒なのか、または別のものなのか、調べれば自然と分かっていくだろうね。いた跡があるな。しかも一人じゃないみたいだ。宝刀団は雪山にまで拠点があるのか。何を盗むためだ。山の中を一人で行動している冒険者はまさに格好の獲物なのだろうね。雪山の世界は弱肉強食ってことか。あいつらたくさん盗みを働いてるっぽいのに貧乏そうだったよな。なんだかかわいそうなやつらだ。ふん、オイラたちを盗っ人呼ばわりしたやつらに同情なんてしないぞ。誰だ、俺たちの拠点で好き勝手しているのは。うわ、見つかった。相手を間違えたな。影のカラスは雄也を求めている。
裁きを受けよ。あの報道団はファジュイのことを全く知らなかったみたいだな。裁きを受けろ。カドマからさ、ユウヤを求めて熱々でしょ。おやつにせ。いい子やった。世界は終わり。まだ終わってない。ルートを本気姿を見せまずい。判決を下す。少し力を出せ。ファデュイだって。しかも砲塔団の拠点で僕たちを襲うとは。もしや後をつけられていた。でもなんでオイラたちの後を。まあもしかしてお前が何かやらかしたんじゃないだろうな。君何かやらかしたのかい。それならオイラたちのせいじゃないな。僕が思うにファデュイもこの剣を探しているのだろう。でもお前はこの剣をちゃんと隠してたんだろ。なんでファデュイが知っているんだ。雪山で戦う君の姿を見られたのかもしれないね。ファデュイの目が良ければこの剣が特別だと気づくはずだ。ファデュイは何でも欲しがるんだな。これは特別だからね。ファデュイが神に関するものを集めていることは君たちも知っているだろ。おお、言われてみればディルックの旦那が言ってたような。ドゥリンは風神の敵だ。神に相当する力を持っている。神に匹敵する存在も神に関係する存在もどちらも同じようなものだ。なるほどな。少し前にこの周辺をスケッチしに来たとき、あるものを発見した。この先を少し行ったところに、特殊な土地があるんだ。そこの地脈は、他の場所とは違っていてね。近くの怪物がそこに引きつけられ、影響を受けると身体能力が高くなるんだ。そんなことがあり得るのか？でも、オイラたちはこの剣を強くすればいいんだもんな。なら、そこに行ってみようぜ。そうだね。ついでに、異なる敵がその剣に与える影響も観察したい。
どんな感じだ？一つの推測に過ぎないが、この剣が敵から力を吸収すると、この雪山に隠されたドゥリンの亡骸と共鳴するのかもしれない。わあ、なんだかすごそうだな。もしこの仮説が成立するなら、この雪山にいる怪物もドゥリンの亡骸と共鳴できるだろう。おそらくここ一帯にいる怪物の力の根源と関係あるんだろうね。ドゥリンは普通の怪物ではない。死してなお雪山全体に影響を与えているんだよ。神秘的な竜の力、これはある種の呪いだね。情報が足りない。もっと詳しく知るにはデータが必要だ。君に頼んだ理由はこういった意味もあったんだよ。話を聞く限りだと体力仕事だな。僕は研究の片付けがある。一旦別れて行動し、後で断橋付近で会おう。Thank you.